ほどで始まりました、モテツさんチャンネルです。さあ、モテツパーカー酷評という動画なんですけども、デザインしたね、平さんがショックを受けてましたね。こんなに酷評されるとは、こんなにね、たくさんの悪口が集まるとは、みたいな感じでね、はい、ショック受けてました。で、だから、これじゃ売れなくなっちゃうから、コメントオフにした方がいいんじゃないですか、とかって言ってましたけど、いやいやいや、想像通りですから、すべて、まるっとどこまでもお見通しでしたから。僕はもう頭の中で、めちゃくちゃ酷評されて、そこをサブチャンネルでいじるっていうところまでを見越してました。このデザインが上がってきた時にとか、そんなこと言ったら怒られるかな。あ、これは面白いなって思ったんですよ。結構勘違いしてるんですけど、受注生産って分かんないんだよね、やっぱりね。子供たちは受注生産も分からないし、値段の価値も分からないので、そんなのむちゃくちゃ酷評されるに決まってると思ってたんで、まあ受注生産なんで、なんかね、3000円とかにすれば赤字がなくなんじゃないのとかって言ってたけど、何を言ってるのっていうね、受注だからそもそも赤字はないです。1500円ぐらいなら買うとかって、1500円だったら赤字でしょ。マジで需要なくて草マジネタで買う、あ、ね、買うんだ、この人。ありがとうございます。購入しましたよ。あ、スーツなどでない普段着2000円くらいのしか買わないので高いけど、もちろん先生のパーカーなんで買いました。ありがとうございます。ここに来てもゆうこりん可愛い人だからやっぱり好きなんですね。あ、ゆうこりん好きなんですねって。職場にも着ていこうと、本当？このパーカー着てたらある程度英語できないと恥ずかしいですね。あ、職場に。ありがとうございます、猫ちゃんさん。そもそもこの夏の暑い時期にパーカーなんて誰が買うんや。まあまあ、これはね、ちょっと思ったけど、まあ、平さん的には秋、冬だから。って言って。ちなみにこれ企画があったのは去年ですから、はい、もうもっととっくに出てるものだと思ってたんですけどね、なかなか進みませんでした。打ち合わせを重ねてくれたんですよ、平先生がね。藤川天 T シャツか中山レント T シャツなら5000円で売れそうなのに、誰が買うんじゃ、それこそ。服出せば売れるタイプの YouTuber ではないよな。そうだね。これね、他のコメントにも来てたけど、そう、僕が描いてたの最初パーカー作りますったのは、ここに僕のサインがあるやつとかかなーって思ったら、ドーンとね、前面に出たんで、お、これ面白いって思ったんですよね。シンプルにいらなくて草あ、かっこいいじゃんってきてる。そう。ありがとうございます。デザインかっこいいですね。おう。誰に需要があるん？わら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 。文房具とかだったら受験生で買う人いるんじゃない？パーカーは需要ないやろ。あ、そうそうそう。文房具をね、ユーテラのもともと文房具とかそういうのを作りたいっていう話だったんですけどね。平さん的にはやっぱりまずはモテツパーカーで、とりあえずやってみましょうって言ってた。え、本当に誰が買うの？ガチで草。誰得？モテツパーカーついに発売。誰も待ってない。いらな。5500? 森鉄。英語はできるけど、商売はやっぱり不得意なんだな。あとデザインもセンスもない。デザインの方は、ね、僕じゃないんですけど、まあ、商売はやっぱり不得意。それは全く見抜けてないですね。いや、絶対だってこれ赤字にならないし。で、こうやって書いてる人っていうのは一部だし、そもそもこれを書く人っていうのは買おうとも思ってない人でしょ、そもそも。でも、まあメンバーシップの人数がそもそも200何十にいるわけですよ、自分自身。だから、まあある程度買ってくれる人はいるっていうのも決まっているんで、別に100着売りたいとかっていうのでやってるわけでもないし、実験的にこれをやって、自分としてはそれを今度はユーテラの何かしら文房具とか作って、で、それを今度はユーテラの編集費とかに当てたいなって思ってるんですよね。もうやっぱね、編集がね、強化増えたらもう完全に赤字になっちゃうんですよ。普通にダサいです。胸元と腕のところの文字消したらギリギリ赤字回避できるかできないかのラインは乗れそうですね。そうそう。だからこれ辺ね、分かってない。全然赤字とかないから、そもそも。細井さんにもモデルになってもらえば少しは買う人増えるかも。細井さんが着るわけないから。冗談はよしてくれよ、ベイビー。ごめんなさい、買おうかなと思ったけど、森田先生のおすすめのトイックの参考書優先で買います。いらねえ。知り合いとか地元のやつがラインスタンプで買う的なノリのやつですよね。わかります。ちょっと違う。かな。平先生本気だし、まあ絶対大丈夫だと思います。スタッフの皆さんがそれ時間取ってねやってくれた労力分ぐらいは大丈夫だと思います。全然それは心配もしてないです。僕はいろいろこれめっちゃ低評価ついてるだろうとかってね、どれぐらいだったかな。そう、なんかね、低評価が表示されるサイトとかってあれ嘘ですからね。全然本当の出ない。中山レントンの動画とかなんか低評価が5倍とかって言ってたけどさ、ありえないからね。そんな数字3万とか表示もされない低評価に押す人なんかいないから。実際は中山レントのやつとかも半分でしたよね。50。あ、でも高評価が7割ぐらいですね。まあもう普段の動画はだいたい 95% ぐらいだから、高評価がそれと比べればめっちゃ低いですけどね。でもまあそうなるのも分かってたから。で、平さんにあらかじめ伝えてあったんだよね。グッズを出すっていうのはむちゃくちゃ YouTube では荒れやすいし、炎上しやすい火種だからっていうのは伝えてあったんで、ちょっとね、平さん理解できてなかったですけど、こういうことなんです。普段モニテツのこと可愛いとか言ってる人はもちろん買うよな。あー、まあ買うと思います
こんな暑い時期にパーカーで、しかもロゴの主張すごっ、生放送から楽しみにしてたけど値段がなかなかするし、これだったら今回はナッティングにしようかなとか。森鉄ではなく森鉄3のパーカーが欲しかった。特に面白くないな。イングリッシュチャンネルがなければまだ着れるけど、ネタで買う人はいそう。あ、そう？イングリッシュチャンネルとか別に見ないっしょ、普段。自分みたいになんか着てる人のチェックとかする人ほぼいないと思うんですけど。自分はチェックしますけど、着てる人の英語。マジで誰が買うねん。チャンネル名を前面に押し出してのパーカーは難しいですね。地牛発見機で草。いや、もう圧倒的に女性だと思いますよ、僕買うの。だから、ヒラさんがサイズ LM って言った時に、あ、S ないんだって思って。いや、だってほら、イベントとかやったって、あ、まあ、ベテランチも言ってたけど、来るのって普通女性だから、そう、信じられないと思いますけど、私もだって、何かしらイベントやったら圧倒的に女性の方が多いですね、来るのは。視聴者は男性の方が圧倒的に多いのに。だから逆転しますよね、普通。ネット上では8-2になるけど、登録者。リアルのイベントやると逆になりますね。これ着る勇気ない。トイック425点の僕が分析するに、多分このグッズはあまり売れないと思います。このパーカー買ったら英語できるような気がしてしまいました。ありがとうございます。森手先生好きです。でも、これはタダでもいらんと。絶対タダならもらうだろう。嘘つけ。え、私の体型で着れるかしら？細身の方向けなら買うのは控えておこうかしら？あ、これはね、来ると思ってた。平さんが細身細身って言ってた時に。大丈夫です。大きいやつ。ゆきお先生着てましたから。シンプルにダサい。さすがに面白い。いらなくて草。グッズ化おめでとうございます。ネームバリューは強いですが、フォントがドカンと前面に出ていると手が出しにくく、デザインが無地寄りで片隅に文字が入っていたらよかったです。ああ、そうですね。だから自分自身もそれを描いてます。だからほら、僕着てるやつさ、普段、ラルフ・ローレンとかナイキのやつってここについてるだけじゃないですか。もしくは、全部無地のやつ。だから、それをね、実はね、描いてたんですけど、面白っと思った。採算取れなさそう、ないから、赤字は。もし、低評価数が見れる仕様だったらどうなっていただろうか。ああ、な、7割。1500で買うよ。可愛いな、おい。このパーカー着て可愛い塾行こう。誰も気づかないよ、どうせ。島村で小学生サイズで売ってそう。売ってるか？普段着るっていうよりは完全に森鉄ファンって主張したい時の服なの。そうですね。そうだと思いますね。なんで森鉄が着るパーカーってこんな腕細いピチピチジャストサイズばっかな。そんなことないですよ。ジャストサイズじゃないですね、ほとんどのやつが。ナイキとラルフローレンのやつだけだと思いますね。あと、薄いやつ。あとは全然ピチピチじゃない。買いたい。ありがとうございます。ジップ開けたら片側だけ別の英語になるとか、なんかひねれよ。意味がわかんない。塾の自習室で着てたら笑われそうだけどかっこよくはあるパーカー。そう？笑われないと思う。最高ですね。買います。森鉄バーガーなら食べたいパーカーじゃなくてってことか。もしかして森鉄の普段着てるパーカーってキャラ作りではなく、普段の私服のセンスがあんな感じなんだったりする。センスも何も、私はセンスなんてないですから、そのまま着るだけです。パーカーを着てる理由とかは出てますけどね。私はアメリカ西海岸のスタイルでずっと、これを街中で着る勇気はない。しかも送料で6000円近い。これはない。めちゃくちゃダサい。これ誰が欲しいん？世界一いらないパーカー。なぜパーカーなんだ？キャップの方が絶対。キャップは売れないと思いますね。普段、動画に出てないですから。はい。という形で、まあ、買いますみたいなのも来てますけど、売り上げ合計2着が限界かな。2着なわけないだろ。大掛かりなジョークですね。赤字覚悟ですか？入試の時には着ていけないですよ。金欲しいんやなぁ。だってこれでお金めっちゃ入るなんて全く思ってないですから。どの場面で着るん？トイックに着ていこうかな。ありがとうございます。18着予約させてもらいました。嘘つけ。勘違いしたらあかんよとか。罰ゲームでしか買わねえだろ。おもろいな。一着も売れないに全財産かける。嘘つくな。え、だって動画出した瞬間からだって売れてたからね、もうね。まあ、いくら売れるのかは出たら面白い。それもあって、動画になればいいな。動画ネタになればいいなと思ってやったんでした。はい。赤字はないんで、だから心配とかはないです、特に。とにかく、まずこれは実験台ですね。だから、平さんがやってみたいって言ってたんで、実験として。で、本当は文房具とか、そっちの方をやれればいいかなと思ってますね。まあ、T シャツとかもね、悪いかなとは思いますけどね。さあ、どんな結果になるのか、ぜひ、お楽しみに。僕もどうなるのかね。全くわかんない。ということでした。はい。ご視聴ありがとうございます。Thank you for watching。あ、ですね、今、偽物が出てるということなんで、詐欺ですね。パーカーのプレゼント企画やってて、ツイッター上に偽のアカウントが出ているということなんで、お気付けください。はい、メインチャンネルの方ではその注意喚起の動画出しておりますので、はい、そちら見ていただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。